2回裏に入ります。さあバファローズ、この回は4番から始まります。バッターは吉田。バファローズビハインドで迎える2回の攻撃です。というところでした。いい当たり、こうです。そうですね、本当に勝負強いですよね。ドカーン、これはいったでしょうね。はいだよね。これで両チームの得点が同じとなりました。打った、高く上がった、センターバック、センター一塁となりました。ここはうまく打ち返していきました。まあそうですよね、完全に山ですから丁寧に直球打ち、スタンド一直線、もう、ね、狙っていたのかもしれませんね。タイミングも合ってましたね。ここで得点が入りました。打ちました、たきました。ナイスバッティングですね。ねえ、打ち損じですよ。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球、入った、ホームラン、先制ホームランです。バファローズ白球高々と舞い上がり、ホットモットフィールド神戸のスタンドに消えていきました。バファローズ1点を先制しました。1対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。そしてベンチ前、チームメイトがこのハイタッチで祝福します。ご覧いただきましょう、素晴らしいホームランでした。そうですよね、完璧に捉えてましたからね。この一発で先制点を奪いました。